切り札です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。通貨安、インフレ、原油高、同じ境遇で韓国が破滅し日本が再生する驚きの理由とは。韓国は一時国民一人当たりの可処分所得が日本を超えたことをよりどころに、すでに日本を追い抜いたなんて盛り上がっていましたよね。しかし昨今はそんなことも言っていられないほど急速に景気が悪くなってきています。ところが日本も同じく長い不況にあることから、彼らはなぜか単純に日本と韓国は同じ状況にあると思い込んでおり、ともすれば同じく不景気な日本を見て安心している嫌いすらあるようです。しかし韓国の願望とは異なり、両国の状況は表面上は似ていますが、その本質においては似て非なるもの。日本には今後力強い成長が約束されているのです。今回は韓国のか細い希望を打ち砕く日本復活のシナリオについてご紹介いたします。ウィズコロナを選択した一部の国により、一時は上向きになった世界経済ですが、今度はウクライナ情勢などの影響でインフレが発生、先行きが見通せなくなってきています。欧米は過度の物価上昇を抑えるために金融引き締めを行い、経済の過熱を何とか食い止めようとしています。また中国はなぜか極端なゼロコロナ方針を堅持しており、急なロックダウンなどで世界の物流に大きな混乱を招いているばかりか、中国自身の景気も大幅に減速しているのです。まあ中国については3期目がかかる習近平主席の個人的野望がありますので、今更方針転換などできないのですが、日本と韓国では今の世界情勢を悲観的に捉える人がある分野を理由にして多いように感じます。なぜなら日本と韓国はどちらも製造業がメインであり、燃料や原材料のほとんどを輸入に頼っているからです。そんな国に通貨安、燃料高、諸外国のインフレなどが襲いかかっては当然大問題。仕入れ材料は高くなり、加工するための光熱費はかさみ、挙句の果てに買い手に買い控えをされてはたまりません。しかも食料自給率はカロリーベースで日本が 38%、 韓国が 35% と、2つの国は食料を外国から買い続けないと国民が飢えてしまう国なのです。こうなると目に見えるところでは人件費を下げることで競争力を保つしか手はないようにも思えます。少なくとも韓国はそうでしょう。しかし国際投資アナリストの大原博史氏は、日本については全くそうでないと主張しています。大原氏によると、日本にあって韓国にないもの、それは高度な省エネルギー技術なのだそうです。実際日本は1973年の第一次オイルショック以降、積極的な省エネを進めて今日に至ります。その甲斐あってオイルショック以降の経済成長で実質 GDP が 2.8 倍になったにもかかわらず、企業や事業所におけるエネルギー使用量の合計である最終エネルギー消費はおおむね横ばいを続けているのです。韓国も当然オイルショックの影響を受けましたが、日本と違い原子力発電所の建設を積極的に進めたり、電気料金に大幅な税制優遇を打ち出すなどして根本的な解決をすることなく今日までやってきた経緯がありました。その結果は顕著で、実質 GDP あたりのエネルギー消費を比べてみると、韓国はなんと日本の3倍近くものエネルギーを使っています。先の大原氏によると、
このエネルギー使用効率の違いを生み出す省エネ技術の違いが今後の両国の明暗を分けるというのです。例えば中国はその安い人件費に物を言わせて経済成長をしてきた国です。ですが燃料費が上がってしまえばその利点も大きく制限されることになるでしょう。光熱費を政策的に抑えることで経済成長を下支えしてきた韓国にとっても状況は同じです。その上韓国は日本で作られた先端材料を仕入れ、日本で作られた製造装置を使って製品を作っている企業が多いのです。日本製を避けようにも、例えば韓国の中核産業である半導体の基盤に環鋼材を塗布して回路パターンを現像するコータデベロッパという装置の世界シェアは 92%、 熱処理装置は 93% と日本製はいくつかの機材で圧倒的なシェアを占めています。また材料についても次世代型技術である極端紫外線を使ったより精細な回路パターンの露光を可能にした EUV 露光装置に至っては世界シェアの 100% を日本製が抑えています。これだけでなく、多くの製造装置や原材料は日本が高いシェアを維持しているのです。まさしく韓国の首根っこは日本が抑えていると言えるでしょう。そのため2019年7月に日本が北朝鮮への横流しが疑われた韓国への半導体関連素材の輸出管理を適正化した時には、韓国中が大パニックになりました。もともと韓国が悪いのですが、日本のこの対応を反日による人気取りに利用しようとした当時のムン・ジェイン大統領はノージャパン運動を推進し、こうした中核部品の供給を何とか欧米に切り替えたり、自国生産に切り替えようとあがきました。しかし、当然のことながら一朝一夕で自国開発などできるわけもなく、またわざわざ遠い国から輸送コストをかけて輸入すればすぐさま価格に跳ね返ってしまいますので、かつて大口を叩いてしまった韓国は今でも泣く泣く日本製を使っているのです。すべてはパフォーマンスだったというわけですね。実は日本製の機械や部材はその高い品質から韓国に対してだけでなく世界の多くの国にとっても大体不可能なものとなっています。また脱炭素の世界的潮流を見ても今後省エネが世界的に推進されていくことは間違いありません。その時に高い品質を誇りかつ省エネ技術がふんだんに使われた日本製品の競争力は今後上がる一方です。それとは対照的に韓国を待ち受ける運命は過酷の一言しかイメージできません。かつて韓国は1997年のアジア通貨危機で壊滅的なダメージを負っています。その時は悪化していた韓国経済の脆弱性を見破られ、韓国の通貨ウォンに売り攻勢を仕掛けられ、韓国経済は撃沈してしまいました。しかし最近の韓国の情勢はまさにこの通貨危機前夜を彷彿とさせるのです。まず今年8月の韓国の貿易赤字は1兆3700億円と巨額だったのですが、この数字は通貨危機前年1996年全体の赤字のおよそ半分になり、わずかこの1ヶ月でそれだけの赤字を計上したことになります。国内はインフレに苦しめられている上、ウォンはどんどん安くなり、もはや投げ売りが始まれば一気に暴落しそうな危険ラインにまで到達しているのです。しかし韓国にはもし通貨の暴落が始まってもそれを買い付ける外貨がもうありません。国際的な燃料高に対応するためにすでに相当数の外貨が流出しているのです。それだけではありません。通貨危機当時は足りなくなった外貨を融通し合う通貨スワップ協定が日韓と日米の間で結ばれていたことも忘れてはなりません。いざとなれば日本とアメリカが韓国の通貨の信用を担保する体制だったにもかかわらず、
韓国は経済破綻してしまったわけですが、今回は両国とも韓国と通貨スワップ協定を結んでいないのです。そして韓国は2021年には 0.81 という世界最低の合計特殊出生率を記録したばかり。もはや国としての体力がなくなる一方の韓国なんかに投資する人など今後現れるとは思えません。日本という技術先進国のすぐそばという立地と安い人件費を生かして発展してきた韓国。しかしずっと真似ばかりで努力を怠ったツケを支払う時はもうすぐそばまで迫ってきているようですね。いかがでしたか？日本がこれまで技術立国と呼ばれるにふさわしい科学力の研鑽を怠っておらず、また今後重要となる省エネ技術においても世界トップレベルの蓄積があるために、今の苦境さえ耐え抜けば日本経済には明るい未来が待っていることは間違いありません。対する韓国は反日に勤しみつつ、それでいて日本に頼りきる経済構造だったために、これといった売りが未だにない状況です。日韓の未来の違いは突き詰めて言えば、これまで真面目に努力をしてきたか否かに過ぎません。もっとも韓国の人たちがたとえそれに気づいたとしても、きっと手遅れになってからでしょうね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。